はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。6時を回りましたですね。6時10分ぐらいでございまして、4月は19日の水曜日ですね。なんかね、今年はもう何回かですね、地上波出ましたよ。この前大阪まで行ってきて、ほんまにミヤネ屋さんね、はい、1時間、じゃあ2時間、じゃあ3時間ぐらいかけて、3時間半ぐらいかけてですね、映ってたのはですね、20分もなかったですね、10分ぐらいですね、あ、終わったって帰ってきましたけど、あれはしんどいわ、大阪は。それに比べてですね、まあ、東京は楽なんですけど、どこが楽ってね、場所的に言えばね、テレ朝が一番楽なんですね。まあ、帰りタクシーを呼んでくれれば一緒なんですけど、この前、フジテレビのほんまでっか TV に呼ばれて行ってきましてね、行きはね、あれ、オンエアやったらね、行きもタクシー呼んでくれるんですよ、普通はね。でもなんか呼んでくれへんから、一人でポッカポッカ歩いてって。もうあれ嫌いよね、ほんまに。まあ、ゆりかもめですか？ゆりかもめやったかなったかな。なんか、湾岸通るやつ。それで天からですね、新橋まで行ってですね、乗り換えて、ね、天からって、あれ、結構行さん人乗ってるんですね。で、降りてからやっぱりね、スタジオまでね、フジテレビと本社と違ってちょっと離れたスタジオだったんですね。で、そこに行ってですね、駅降りてから7、8分かかるのかな。いや、と、なんかここ遠いわと思って、湾岸の埋め立て地で誰も歩いてんねほんまにも。もう、お台場でしょ、あれ確かね。お台場初めて、いや、初めてでもないから、フジテレビ何回か呼ばれましたね、そういえばね。で、天から歩いていって、で、中入って、で、ほんまでっか TV ってね、いっぱい人出るでしょ。僕なんかね、一番ね、売れてないっていうか、顔知られてないからね、隣の人と相部屋。まあでもその人なかなか面白い人でね、今日出てますけど、僕の隣に座ってる方がいらっしゃいまして、埼玉の方の不動産屋さんですけど、そのビジネスモデルを聞いたらなかなか面白かったです。へえ、そんなやり方があるんやと思って。ほんで別にこのでらーっとこう世間話をしててですね、ものすごい緊張しますとかっておっしゃってたんで、あ、そうですかって緊張しないんですかって聞かれて、いや別に最近は全然しませんねって。出始めた頃はね、もうすごい緊張しましたけど、もう最近もうなんていうか、テレビってほとんど影響ないんですよね。影響ないというか、私の仕事にはほぼ影響ないんですよね。たまに言わしたよっていうのは言うてもらえるぐらいで、羽鳥さんの番組で出るとですね、言われますね。見てました、つって。この前のミヤネ屋さんも、何人かが連絡いただきましたね。見てました、つって。でもその他はほとんど、どうでしょうね。出たからといって何か言われたりとかですね、本が売れたりとかですね。一切影響ないですね。一切言っても、あれか。昔ね、本を紹介してもらった時があったんですけど、それはね、やっぱ一瞬アマゾンがですね、上がるんですよね。あれが。順位が。あれはありがたい。だから出版した直後に読んでもらえるとお願いしますって言うたら紹介してくれるんですね。でも今回ね、初めてそのフジテレビはね、バラエティなんですね。MX のね、淳の聞きたい放題っていうのも何回も出るんですけど、あれは情報番組なんですね。僕と古谷さんが出るとなんか笑いみたいになるんですけどね。ほんまにわーっとなって、なんかものすごい柔らかい話題で。ねえ、お笑いみたいなのなんですけど、基本情報番組なんですよね。で、ほんまでっか TV って、あれはバラエティなんですよね。なんていうかね、昔、たけしのテレビタックルに出た時に、もう何年も前ですよ。5、6年もっと前かな。あれがね、討論番組って知らなかったんですよ、私。だから、はーって、大竹誠さんが、わーって言わはったら、あ、その通りです、とか言ったら、なんか、スタジオ中がしらけてて、あれ？俺悪いこと言うたんかな、と思って。でも、あれ、テレビタックルはあれはバラエティか。よう分からん。もうよう分かりませんけど。で、
あの本間デカテレビでいっぱい人やって、同室の人と世間話しながら、それで、ですね、あのシナリオがね、シナリオが一応あるんですよ。あるんですけどね、ディレクターが説明しに聞きに来てね、この始まってしまったらね、もうほとんど成り行きですという話になって、あ、そうなんて。でさんまさんはねシナリオ読んでんのって聞いたら、え、読んでませんと。あのタイトルと出演者のメンツを見るだけちゃいますかって言われて、もちろん渡すんでしょうよね、あのシナリオは。うん、だから僕スタジオにシナリオ持ってくの忘れた。でも何のしようもなかったですね。ほんで業さん、あのね、専門家席にね、前列4人で後列3人なんですよ。で相手方対面の芸人席はですね、やっぱり7人ぐらいいたんかな、よう知らんけど。そんなんね、僕もだからね、テレビタックルの時に失敗したんで、ちゃんとね事前にね2週分ぐらい録画してね見ていったんですよ。あ、こういう番組なんかと思って。ちゃんと予習したやん、ほんまに。前回の失敗に懲りて。で、予習していったんですけどもね、そのあまりにも人数が多いんでね、あれ90分回してね、45分にするっていう、まあまあありがちなパターンですけど、それでね、多分僕が発言してもね、もう顔だけどっかで映っててですね、喋ってる内容なんかですね、あれしてないかなと思って、放送されないかもしれないなと思って。だって、7人いる中で僕一番端っこ、前列の一番端っこでね、モニター見てても、あ、俺映ってへんわ、と思って、ねへーってやってたんです。映ってるとね、変なことできんでしょ。頭かいたりとかね。そんなこと、なんか水飲んだりとかっていうのもですね、映ってるとやりにくいんですけども、映ってないと別に なんてことないわけですね。で、モニター見てたら、映ってへん、映ってへん、映ってへん、大丈夫、大丈夫、大丈夫と思って、発言時は多分、まあ、カメラがこう来るんでしょうけども、発言しないときはね、映ってないわけですが、映ってないから別に リラックスしてるんですけど。でね、何が言いたいかってね、最初はね、チーンってならないですね、一生懸命喋ってたんですよ。喋ってたんですよ。ところがね、なんかね、僕が帰って京都弁で喋るとね、さんまさんがね、なんか大阪弁に血臭いなって言うんですよ。まあ、大阪弁ちゃうてって怒ったりしたんですけど、でも途中からね、ぶんむくれ。後半なんか何にも絶対チーンも押さへんかった。いや、もうどうせね、発言一回がなんかでしょ。顔だけでもいいわけですから、別に何かあんなとこでね、何かを喋るってほぼ意味ないんですよ。だってみんな聞き流すだけでしょ。いや、な、まさかビデオに撮ってみんな何回見たりしませんでしょ。そんなしてる人いたら帰って気持ち悪いやん、たぶん。おいで、文部くれで喋らへんかった。文部くれでほんって出かしてたら、何回かね、振られてしまいましたね。なんかね、ほとんどね、僕だけね、あれなんですよ。専門家の先生扱いと違うでね、なんかね、関西弁を喋るね、京都弁ですけどね、僕京都弁喋ってちょっと怪しい専門家みたいな。俺真面目にやってんな、真面目に喋ってるんですよ、僕ちゃんと。それああやこうやって、この住宅ジャーナリストの観点からですね、ちゃんと真面目に喋ってんのに、なんか知らないけどいつもお笑いになってしまうんですね。そのつもりは全然ないんですけどね。そのつもりは全然ないんですけど、なんかお笑いになったらね、何やろ、俺芸人ちゃうんやけどと思って。ね、ちょっとぶんむくれながら、ここ遠いね、ここで、この前行った時ね、もう何年も前ですけど、帰りタクシーありませんって言われたんですよ。で、せやし、今度もタクシーないのとか言って、事前に聞いてたらですね、ちゃんと帰りタクシー出してくれて、よかった。あんなんね、公共交通機関で帰ったらね、家までね、僕2時間近くかかりますよ、あそこ。ほんまに。だから自腹でタクシー帰ろうかなと思ったんですね。うん。でも、ギャラ考えたらなって、ギャラの何分の1か使ってしまうやんと思いながら。ただちゃんとタクシー券出してくれたんだ。よかったーとってラッキーと思って。帰ってきましたけどね。まあ、それなりにね、楽しかったんで、今日放映なんですよ、僕が出た分が。一月ぐらい前に行ってきたんですけど、多分ね、僕の喋ってるところなんてね、ほとんどね、放映されないんちゃうかなと思いますけど、こういたよというシーンはあるでしょうけども、ほとんど放映されないんちゃうかなと。なんか今日やるよというようなですね、案内のページがありますんで、そこ貼っときますね。いや別に、
見てほしくはないですよ、はっきり言ってね。いや、見てほしくは、まあ見てほしいけど見てほしくはないかなって。というのはね、多分、なんていうか全然ね、映ってない可能性があるんですよ。だからですね、まあまあ、でも一応ね、メジャーな番組らしいんでですね、いつもこんなこと言わないんですけど、今日、放映はちょっと見てみようかなと自分で思ってますんで、喋らせていただきました。はい、皆さんどうもありがとうございます。